よし。じゃあ、前回、ステータスにバフをかけて、ハートも満パンだから、アイドルアルティメイトに行こう。メール来てる。どうしよう。今週？やめよう。今週はアイドルアルティメイト行こう。ミキちゃんに会いたいけど、ってことは、今週ミキちゃんはオーディションに出てるから、アイドルアルティメイトには出ませんってことね。あ、じゃあちょうどいいじゃん。よし。で、芸能者とスタイリストは無視しよう。今日アイドルアルティメイトだからね。これいい？ダメプロなデューの？サー、ちょっと正座。はああ、ハート下がっい、た。プロデューサー。何？今日はオーディションに出場しましょう。そのつもり、もそちのろん、つも狙り。うは1位合格のみです。やるからには勝ちます。といはい。うわけで、秋月律子の表明は以上です。よし、やさろて、う。オーディプロショデューサー、ン行こう。私からの提案の実現、約束してもらえますか？はい。いいよ。約束する。さすがプロデューサー、そうこなくっちゃ。じゃあ早速実行に移しましょう。相変わらず仲が良さそうだな。あと3週だけこいつと付き合えばさよならできるか流ら、行今はのう日ち々変仲わっ良くてしいておく。くよ。未来。ビジュアルが流行ってるんだ。お、どうやら1位の流行イメージが変わったようだ。今日はアイドルアルティメイトに出よう。よし、行くぞ。3週間の3連戦のオーディション。わかった。で、ダンスちょっと下げて、ビジュアルを、でももういいか、会場行っちゃおう。衣装変更なしで行こう。でも口元覆いたかった。アヒルさんのお口つけたかったよ。実力と運で決まる。今日はミキちゃんはいません。風邪ひいたの？マジか。で、これが、だから、こうなって、前々から進めていた傾向と対策をもとに、本戦の戦い方をシミュレーションしてるんです。そうな具んだ。体的には、まず、アイドルアルティメイト本戦に出場するアイドルの子たちをピックアップして、その子たちの歌唱力、ダンス、魅力なんかを数値化したものを、適応してるんだね。そうですか？私は適応に感じますけど。プロデューサー風邪ひいてんだ。はい。その合計値と平均値、そして審査員の好みを加えて、あとは現在のファン数を CD の売れ行きから計算して順位を予想してみたわけ。アイドルアルティメイトの予選を通してコツコツとデータを集めてたのよ。で、私何すればデーいいタだけの？見ると、ミキだけ頭一つ抜きんでてるわ。今日ミキちゃんいないじゃん。本当はここにファン層ライのバル傾オーディ向ションとだかアらイドルね。の子たちの性格のデータも入れミキたちかっゃんたんがだけ別ど、のオーディションに出てさるすがよ。にそこまではデータが集められなくて、大雑把な予測でしかないんだけどね。そこまでは頼めませんよ。ミキちいゃつんもか遅わくいいまでもん事務所ね。に残って頑張ってたでしょ。そうなの、私頑張ってたんだ。それ知をら言うなかっならた。こっちの方こそですよ。もともとは私が楽をするために集めたデータだし、もっと手っ取り早くレベルアップして効率よくアイドルアルティメイトで勝てないかを模索して、それで集めたデータだったりしますから。残念ながら、律はっき子りしたさのんははあれか、急がば攻略回れっ本見ていなうこがらとだゲーけムだっとたかわ。プレイするタイプか。近道しようにもそんなものないし、出し抜こうにもみんなもレベルアップしてるし、地道に自分の弱いところを鍛えるしかないという結論に至りました。
データを集めたことは無駄じゃなかったと思ってますけどね。見るとなんとなく安心するし。本当。ミキも他のみんなも強敵ですけど、ミキちゃん今日いないんでしょ。レベルアップしてきたもの。ライバルオーディションに今日出すって言ってたよ。準々決勝や準決勝での勝ち方にはこだわらないわ。決勝で最終的に勝てばいい。それが本戦の戦い方ですよ、プロデューサー。なるほど。いつも冷静だね、でいいか。冷静じゃなきゃ勝ち抜けませんよ。プロデューサーにはいろいろみっともないとこ見られてますよね。でもまあ、ね、そんなに油断できるくらいプロデューサーに心を許してるってことですから。そっか。そうですか。でもいくら暑くても本番ではシャキッとしてくださいよ。体調悪そうだね。はい、了解。それじゃ行ってきます。プロデューサー、どうしたの。あ、ミキちゃんだ。ダメ、近寄らないで風邪移しちゃうから。熱はすごい熱だよ。え、リツコ全然心配してくれないのに、ミキちゃんは心配してくれるんだ。でも、あ、ミキちゃんいい女。リツコ全然気にかけてくれなかった。そういうわけにはいかないの。そうだ、ミキね、お薬持ってるからあげる。で、お薬が入ったカバン更衣室に置いてきちゃったんだった。急いで取ってくるね。ここで待ってて。いい女、ミキちゃん、いい女。なんでミキちゃんいるの？プロデューサー、ほら、お薬持ってきたよ。それはね、ナムコプロにいるとき、リツコさんに教わったの。何、ネコこと言われたの？アイドルはステージに上がらなきゃいけない場合があるからって。リツコさんに教えてもらっててよかったの。でもリツコ、私が体調悪いって気づかなかったよ。でもお薬飲んだからって無理しちゃダメだよ。休んでた方がいいって思うな。あ、優しい、ミキちゃん。ありがとう、ミキちゃん。あ、超いい女。あ、ミキちゃん大好き。ミキちゃんも出場するんだ。もう1位でここ抜けなきゃ。頑張れ、ミキちゃんいるから。ここまで来たら根性論でも同じね。やるだけやってくる。絶対勝てるとは言えない。ミキちゃんの方が強いもん。まずは思い出を使おう。ダメだ、真ん中1個落とした。これはダメだ、2位だわ。あー、1位で合格って約束したのに。あー、ほら、黄色が足りなかった。1位で突破するって約束だったのに。
それも想定内です。さっき言ったでしょ、最終的に決勝で勝てばいいんですよ。私体調大丈夫？プロデューサー、ほらミキの方から話しかけてくるなんて。友達禁止令はもう解除されたの？そんなことよりプロデューサー、熱下がったの？少しは休んだりした？優しい優しい。熱？薬って？よかったの。本当はミキが看病してあげたかったんだけど。あ、黒井社長がもうすぐ来ちゃうの。ありがとう、ミキちゃん。ミキちゃんのおかげだよ。熱ってどういうことですか？熱あったの。おかげでミキちゃんとイチャイチャできたの。プロデューサーが熱を。どうして私に言ってくれなかったんですか？ミキちゃんにも言ってないよ。多分一目で気づいたと思います、プロデューサーの異変に。でも私は全く気づかなかった。いつもプロデューサーと一緒にいた私が。うん、いいよ別に気づかなくて。この1年近く二人三脚でやってきて、プロデューサーのことを分かったつもりだったのに。他人のこと気にしてるやつはさ、のし上がれないんだよ。私は何も分かってなかったんだ。みつこいいよ、自分のこと自分のことで、自分のことだけでいいんだよ。情けない。他人が不幸になろうがさ、気にしなくてさ。しょも膝枕もやだ。自分の幸せのことだけ考えられるやつが上に行けるんだからね。ミキに負けちゃったわ。もう勝てるわけないよ、リツコみたいな女が。そのことじゃありません。ミキはプロデューサーの異変に気づいた。私は気づけなかった。アイドルアルティメイトとは全く関係ないけど、悔しい。プロデューサー、私悔しいんです。ミキには負けたくないわ。いろんな意味で負けられない。そっか、ミキちゃんのことバカにしてたもんね、リツコね。今まで私ずっと無意識のうちにミキをやっぱバカにしてたんだ。わかるよ。だけど今は私、リツコ見てればわかるよ。ミキに勝ちたい。元仲間としてじゃなく、ライバルとして。許せないんだよね、自分より下だと思ってたやつの方がさ。今いけてるから。あなたの体調の悪さにすら気づけない。こんな私ですけど。勝てるわけないよ、リツコはミキちゃんに。本戦の決勝までリツコの方が下だもん、ミキちゃんより。してもらえますか？バカにしてたミキちゃん。んな、なんか話聞いてなかった。え、何条件があるの？条件ですか？何？あのね、いくら悔しくても私はそんな卑怯なことはしません。ただ性格悪いだけだもんね、リツコはね。悪いことはしないよね。ありがとうございます。でもちょっと納得いかないな。もしかしてプロデューサーって私よりミキが大事なのかしら？うん、ミキちゃんの方が大事。いいえ、別に何でもありません。これからもよろしくお願いします。ちなみに今後は体調が悪かったら私に言ってください。いいですね。さあ帰ったら反省会です。やっぱ口元さ、ミキには絶対負けないわ。痛いよね。なんか一個アイテム取ってさ、アヒルの口つけよう。